同じ星。太宰治。自分と同年同月同日に生まれた人に対して無関心でいられるものであろうか。私は明治四十二年の6月19日に生まれたのであるが、このマスという雑誌の編集をしておられる宮崎譲氏もまた明治四十二年の6月19日に生まれたという。7、8年も前のことであるが、私は宮崎氏からお手紙をもらった。それには大体次のような事柄が記されてあったと記憶している。文芸年間によって君が明治四十二年の6月19日に誕生したことを知った。実に奇怪な感じを受けた。実は僕も明治四十二年の6月19日に誕生したのである。この不思議な合致を今まで知らずにいたのは残念である。飲もう。君の都合の良い日時を知らせてくれ。僕は詩人である。そのような内容のお手紙を受け取り、私は変な夢見心地に似たものを感じた。断言してもよかろうと思われるが、明治四十二年に生まれた人で幸福な人は一人もないのである。やりきれない星なのである。しかも6月、しかも19日、罪誕生の時刻にあり、自分自身のやりきれなさを私は自分の誕生の時刻に帰着せしめたことさえあったのである。その恐怖すべき日に、なんてそんな、恐怖すべきなんてそんな、たかがそんなありきたりの形容で軽く片付けられるものではなくて、鏡を2つ合わせてあの映像の数を勘定するような絶望に似た嫌な困難な形容詞が必要なのであるが、とにかくその日に生まれた詩人と一緒にお酒を飲むのが私にはひどく躊躇せられたのである。結果はしかし清涼であった。会ってみたらこの宮崎譲氏は私の知っている人の中で最も初々しい人であった。初々しいという形容もまた甚だもってキザであるが、誠実と置き換えてみてもなおキザである。とにかく私は宮崎氏と会見して救われたところがあるのだ。救われるなんて言葉も実に軽薄であるが、私は宮崎氏の無事を真から祈っているとでも言うより他にしようがない。お大事にと旋盤の、これもどうにもキザだが、祈りを込めて宮崎氏に言いたい。今度雑誌を出されるそうだが、今までのあなたの通りに生きていてください。攻略。昭和21年9月8日。